前田明との対談で何を言ってるのか全く聞き取れないのに、あいつ長寿、朝倉未来。俺のレースは、クルーシェあれ、テレビでどうしかけんの、で、どうしかけんの、で、寝るとあぶってくるんですけど、で、アメリカで、商店に来るって言ってて、何でやったらやってほしいと思って、優勝で出てくる。で、やること俺は優勝してやってやるんで、ルールだったら別に。確かに。